おはようございます。手取り14万の皆様というかね、手取り14万の人がこれ見てるとはどうもわからないんですけども、まあ、吉田さんとのね、まあ、ワントゥワンの取引なんで、他の方がどのぐらい見てるかっていうのはあまり意識してないんですが、まあ、たまたまね、年収じゃない、月収が14万とかそのあたりで見てらっしゃる方にちょっとね、こういう話をねしていきたいと思いますけども、周りの人5人の年収を割ると5で割ると自分の年収になるよっていうことを聞くと思うんですけども、ほとんどの方がこれ納得するでしょ。環境が自分を作ってるっていうふうにね。私ね、そうは思わないんですよ。仮にね、周りの人の年収を5で割って自分の年収になるとしたら、じゃあ俺はどうなんやって話をねしなくちゃいけなくなるんですよ。じゃあ周りの人のね、年収とか月収がね、例えば月収が100万とか200万なのかって言ったら、多分いないと思うんですよね、そういう人ね、私の周りには。いやでも私はその月収を維持し続けてるわけなんですよ。まあ吉田さんも似たようなもんだと思うんですけども、じゃあ周りの人の年収とか月収を5で割って自分のものになるとしたら、周りの人がね、それで所得が高くないといけないんですけども、いや高いって言ってもね、70万80万ぐらいの人はいると思うんですよ。結構な年齢層の人が私の場合はいるんで、いるかもしれないですよね。なんかこの会社の役員とかされてる方とかね、それから上場企業の長期勤務30年目40年目の方がもしかしたらいるかもしれないんですけども、いやでもまあいないでしょうね、うん、そのぐらい前人未到だと思うんですよ、その月収100万を切らずに暮らすっていうのはね。まあ、だからそう考えると、うん、なんか周りの人の環境が自分を作ってるってのは、あの所得の低い人には納得させられるような詭弁だろうけども、私は関係ないなと思うんですよ。どっちかっていうと、そうですね、振り返れば麻雀店やってる時にね、周りの人の給料って私が払ってたわけなんですよ。でそれを5で割って自分の給料になるかっていうのと、じゃあ他の経営者仲間そんなに所得高かったかっていうと、別に高くないですからね。どっちかっていうと同業の、それから異業種のね、給料取り、それから社長っていうのは借金まみれだったんで、まあ、当時私も借金まみれだったんですけどもね。だから周りの人の所得を5で割って自分になるっていうのは、ちょっと私は当たらないんじゃないかなと、今ねここまで来て思いますね。ただやっぱり所得が伸び悩んでる人はそれを納得しちゃうんだろうなと思うんですよ。だから自分の能力のなさを棚に上げて、周りの人の人のせいで、そして今従事してる仕事のせいで、今住んでる場所のせいでっていうふうになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。だからそれがよく言う、住まいを変えたら、人間関係を変えたら、仕事を変えたら、自分の収入が変わってくるよっていうふうなね、3要素だと思うんですけども、まあ納得できない点がないわけではないんですけども、基本的には違うかなと。結局自分の内側から人を大切にする気持ちがあれば、それが報酬となって現れるかなと思うんですよ。まあ人間ってのはね、いろんな事情があるんですよね。でそのいろんな事情の塊が人間そのものと言ってもいいと思うんですよ。でいろんな事情を抱えた人が五分五分で付き合うために、その事情を数値化したものが金だっていうふうなね、こういう定義があるんですけども、ご存知だったですかね。これ私としてはすごく納得させられるもので、どんなにね生まれが悪くても、どんなに勉強ができなくても、どんなに体力がなくても、どんなに人に嫌われていても、お金があることによって五分五分の対等な環境を作ることは誰に対してもできるんですよね。でそうじゃないですか、だってなんか仕事を発注する方としてはね、お金いただくわけじゃないですか。あ、身長が短いからあなたには仕事をあげられませんとかね、そういうものではないと思うんですよ。外見とか好みとか細かい要素を抜きにして、やっぱ五分五分で付き合っていくためのね、まあ要素としては、ちゃんとお金が納期に払えるかっていうこととね、約束を守れるかみたいなところに結局は集中すると思うんですよ。で仮にお金がない人がね、じゃあ状況を打開するために何をすればいいかというと、お金に代わる能力を発揮するとかね、自分の人脈を提供するとか、集客力を使うとか、なんか面白いことをするとか、そういうことになってきますけども、多分お金を払う以上にそっちの方が難しいんじゃないかなと思うんですよ。私たちはいろんな問題解決をするときに手っ取り早くお金を払うことが多いと思います。そしてお金が払えなければその問題っていうのは解決できないことが多いんじゃないかなと思うんですよ。でもお金も払わずに問題を解決しようと思ったら、なんか体力を使ってみるとかね、知恵を使ってみるとかね、人脈を使ってみるとか、
集客力を発揮してみるとかってことになると思うんで、お金以上に難しいなって感じることが多いと思うんですよね。さあもう一回ちょっとね、言葉をまとめてみますけども、人は事情の塊なんですよね。その事情を集めたものが人間と言ってもいいかもしれません。そして人間一人一人事情が異なっています。それを五分で付き合うために事情を数値化したものが金であり、事情を埋めるためにね、どのぐらいのお金を積むかってことで成り立っているのがビジネスや人間関係だと言えるんじゃないかなと思うんですよ。どうですかね、家族以外が迷惑をかけたら別れることってのはできると思うんですよ。さよならってね。でも家族が自分の足を引っ張っていてもやっぱ助けてあげないといけないしね、抱えてあげないといけないと思うんですよ。だからそういう意味で言うと、家族っていうポジションを誰もが欲しがるのはそういうことなんじゃないかなと思うんですよね。家族っていう立場を誰もが欲しがるっていうのがまた語弊があるとしたら、そうですね、女性が専業主婦を求めるとしたらそういうことなんじゃないですかね。自分が奥さんとして君臨すれば金銭的な不安とか孤独ってものから逃れられるっていうね、特権を得ることができるってことなんじゃないかなと思うんですよ。まあ今はね、専業主婦ってのは稼ぎみたいなものになっちゃいましたけども、でも専業主婦ってものを得る方法はやっぱあるわけなんですよね。まあこの話題はまた別のところでさせてもらいますけども、とりあえずこの辺りでみんなの銀行をちょっと見てみたくなったんで、みんなの銀行見ちゃおうかなと思いますね。いやーね、昨日はね動画更新してなかったんでね、ないとは思うんですけどもね、あ、ないですね。はい、54,000円ストップしてますね、はい、またやらないといけないですね。まあそれでね、人間の事情を数値化したものがお金ってことなんですけども、だから周りの人の所得を5で割って自分のものになるっていうのはなんか一見納得させられるような気はするんですよ。でも結局は周りの人の所得がどうであろうとも、自分がやればね、自分の所得だけは高くすることができると思うんですね。まあ吉田さんも今動画見ながら人間関係あると思いますけども、確かに稼いでる人はね、つながってる人の中でいると思うんですよ。でも圧倒的に多いのは稼いでない人だと思うんですよね。じゃあ稼いでる人と密に連絡取ってるかっていうと、多分稼いでない人のサポートに密に時間を取ってる方が多くって、稼いでる人との関わりっていうのはたまになんじゃないですかね。そう考えていくと、